はい、中山夫婦です、はい、今日はインテックス大阪で、うん、キャンピングカーショー、うん、展示会です。イエーイ。今回はマジで、うん、ハイエースやねんな。ハイエースを抑えに行きます。はい、今回マジで抑えに行きます。いいのがあればね。はい、さあ今から行ってきます、はい、楽しみで、はい、行ってきます。はい、皆さん入っていきたいと思います。どっちから行く？分かれ道ある？右か左かどっちから行く？いいやん。こっちです。誰か右行くんかなと思った。お、やばい。すぐに入りました。ね？順番に見ていこう。そうやな。エアコン家庭用エアコンいるもんな。うん、あるのか。こんな机とかもほんまやな。すごい最高。いいよなこれな。もう。うん。ベッドがめっちゃ広いやん。常にこの状態で寝ちゃう。この状態でいいよな。だっていつもこの状態もな。なあ。ああ、これやな。こんな。あ、でも大きいな。探すものいない。探すものいらねえな、うん、でも広いな。シンプルや。広くておしゃれやな。おしゃれやな。うん、おしゃれおしゃれ。後ろのことも、うん、もう色やし。あ、ここでベッドな感じか。もう前はあったんですね。へぇ、うん、こうや、これ倒してた。あ、そういうことか、そういうことか、うん、これで610万、720万。うん、ね、それはやっぱりおしゃれやな、めっちゃな、はい、収納もちゃんと。ハイエース見えてるな、すごい。これね、めっちゃやな、これ。あ、ほんまや、めっちゃいいやん、後ろ開くしな。あ、え、めっちゃ良くない？これ何？この車。これはダイレクトカード、キャブコン。キャブコンなんやな、うん、するわ、何がいい。ええね、するな、やっぱり、うん。いやー、すごい。でも、奥さんや。部屋を見るとよくない。ここもあれやな。なあ、めっちゃおしゃれ。なあ、テレビでっか。すごくない？なあ、なんか家みたいな、電子レンジだなんか置き方がない。どこで寝るの？これをベッドにする。え、なんかすごいいいな、これ。これなんかある意味後ろ開けへんもんな。後ろ開くのいいよな。だからハイエースも一緒やん。そうそう、あ、かわいい、おしゃれな。あ、めっちゃいいやん。めっちゃかわいい。でしょ？高いの。1400万。そんなしですね。いいです。もう、すごい。こっちよりね、ちっちゃい。こっちより長い。見よう見よう見よう。なんかみたいな。後ろは開けへん。後ろ開けへんわ、残念ながら。横にな。何の？かわいい。いいな、なんか、わかる、うん、ちょっと休憩みたいな感じで。いいよ、いいよ。うちのあの、ニューモデルになりますので。あれ、はい、初めてね、こんな。収納めっちゃあるな、うん。そっか、後ろにあるベッドが横になってるってことか。な、うん、ここの長さが長くなってるってことやな。かわいい、色とか、色合いとかかわいいな。茶色で。もう匂いが、もう木の匂いが。そうですよね、木の。感じていただけると思うんですけど。ね、すごい木の匂いがする。はい、へぇ。テレビいいよな、この上に。うん、あの
隣と一緒やもんね、うん、あそうですこの形はね、はい、この32型のバンクベッドの後ろにつけてるので、まあ、あのスペースを取らずにこのモコーダー型モニターで見ていただけるっていう感じになってますね。冷蔵庫で、これが上が冷蔵庫ですね。うまいな。下が冷凍庫。下が冷凍庫になります。最後おしゃれですね、はい、でここがシンクになりまして、なんかいいな、こんなことに、ね、そこマルチルームですね、洗面台ですとかシャワーとか、エアコンもついてて、エアコンも、はい、あと下 FF ヒーターついてて、FF ヒーター、はい、あと上にマックスファンと、あとここも換気扇ですね、うんうんうん、はい、上天窓がついてますね。あ、ほんまや、木の香りがいいな、すごいな、そうです ね、やっぱ木を感じていただいて、はい、はい、人間最後は木なのかなありがとうございます、はい、ありがとうございます。バスコンっていうやつやろ、これはもう、で、広いわな、お部屋やな、はい、これバス、めっちゃいいな、ほんまにめっちゃいいな本当にいいな普通に、これは入られへんからな。さてさて、限定4台、そこまで大きい、じゃあお値段は1000、ちょ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 、うーわー、1624518、15円、あ、おしゃれやろ、いや、もうまたこれで絶対、で後ろがどうなってるのかな、すごいな、だったらに後ろつけんのが流行ってんやつ、279万300万、え、なんか安くも感じるな、なんかそれにこれをつけるのが流行ってるらしいで、流行ってるっていうかやりたいらしい、やりたい人が多い、わかる、いいよ、でもそう普段の高さ、あれやな、ああ、いいかもな、見てみて、な、運転終わった、ちょっと寝る、あ、はい、いいよ、いいよ、これもそうだよな、スタイリッシュやな、でな、うちにもあれついてる、え、あの、出すやつ、なんて言った、オーニング上上、あ、な、いいよ、はい、これおしゃれやな、これおしゃれ、うん、で、雪はまだ、ちょっと強い、な、めっちゃ強そう、おしゃれ、すごい、どうなってるんだろう、ガチのエアコン、ここは収納になるってことね、これ出てくるもんな、いいよな、あ、まあいいな、ほらわ、ここやね、ここが大事やねんな、イノちゃんを何か置いてくれるか、マッチやろ、私だけか、こういうの大事だ、大事だ、大事だ、撮ってんな、すごい撮ってる、おー、すごいな、いいね、すごい、何なんできるな、なぁ、でかいな、このベッド広い、あ、広い、このベッド、クーラーは、これ良さげやな、これ良さげやな、すごい収納、開けたわ、まあ、開けてみていいか、これどこ重さない、あ、いいな、いいな、収納ね、めっちゃ収納あるやん、もう出てきてんよ、エアコンあるし、これでも寝れるじゃん、全然いいよ、これ寝れるよな、あ、でも倒さんでもな、これもあんま広いな、広い広い、前を見よう、ランプありやな、ランプ、もちろんディーゼルランプ、
全部この広い。冷蔵庫あるやん。あ、あれや、書いてるわ。どこ、どこやん。で、俺らやったら、うん、バンコンじゃない。え、どう、まあタイプ分かるやけど、うん、4クルガソリン。まあでもこれどうなんか分からんけど、まあ、4駆のガソリンでもいいし、4駆のあれやな、生ここら辺やな。いや、確か4駆や。何がどうなってる？何これ、すごいな、うん、ベッドはこれやな。土足で OK やって。あ、いいな。まあ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 、なんか椅子もな、反対やな、こうや。冷蔵庫めっちゃでかい。なあ、なんでなんやろな。こんなにでかい。ここまで OK。 なあ、冷蔵庫でかない。これはでもいいかもしれへんな。あ、ちょう、あ、なるほど、ちょうどいい大きさえだよ。やけど、そうやな。かわいいな、なんか姫君みたいな、はい、ね、見て、ほんまにあれの、あの、もうどういうこと、椅子だけ、いいな、なんかシンプルでな。絶対ここがベッドじゃないから、うん、絶対ベッドいいな。広いよな、うん、参考出品、うん、肉やけど、うん、でもなんか見やすいな、うんうんうん、ええっていいな、いいね、何もないのもいいな、うん、いい、本当に、うわ、おしゃれやな、おしゃれ、すごいな。サバイバル、これが本当に一体化してる。着てないけどな、まあ、うん、あー着てるな、うまいな、着てるな。ハズどこにおるの。おるって、思っきりおるって。あれはどう、寝れる。あー、竿や。あー、釣り、釣り専用や。これ竿大きいやで。押してる、見たらわかるよ。やばない、おや、これから釣りに。さあ、縄で縛いた釣りにハマると思う。釣り用の、釣り用ではない、ほんまや、めっちゃいいな、カメで釣り、怖いやろ、高くやったけど、高いよ、絶対どこで釣りするって、これはない、なんだおしゃれやな、でもな、はい、海用やろ、海用やろ、これよくない。まあでもここがベッドだから全然広いやん。下手にしたらいけんか。そうそうそう、これはこれでいいけどな、高さもそんな高ない、高さ出されへんもんな、うん、チビ立ち寄るか、おー、うん、ベッド、いいね、これの高さは絶対そんな高ないや、高ないな、まあでもクーラーじゃないな、うん、かわいい、あ、かわいい、はい、もう冷蔵庫あって、ちょっとあれ、ちょうどちっちゃいの、クーラー、あ、ブロックパンあるんやけど、いや、これはなんかエンジン切っても作るタイプのクーラー、でもこれいいの、これいい、大好きな椅子あるやん、そう、だからこれ、いくない、うん、いいな、クーラつけれるわ、そういうことな、これな、ぬくもりがいいやん、ぬくもりがいいやん、なあ、で、クーラーある、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、冷蔵庫低い、でここ絶対ベッドやから、うんうん、広い、なあ、広角やな、うん、これやばい、やばいな、広角やな、
これもエアコンあるからな、これだからエアコン搭載。エアコンはできないです。仕分けはできない。エアコンいっぱいだから、あんねんね。へぇ、これどこ？これあ、ほんまやな。なんか涼しい気がする。ここ全部フラットにしたらめっちゃ良くない？そう、ベッド。あ、危ない。危ない。これ入れない。これめっちゃいいやん。で、どうなの？ここから、まあ、何もせんのが入ってこられへん。うんうんうん。前に。前に来られへんもんな。これええな。いい。いいな。さてさて、お値段は。リリリリリリ。うん、いいよ。4区やったらどうなるの？2区や。あ、2区か。2区のガソリン車。でもいいな、めっちゃいいな、これな。これめっちゃいい。もうあかん。2区でもまあまあ、あかんわけじゃないからね。あかん、2区はあかんやん。雪山な。雪山行くんやから。絶対あかん。なんかすっごいお腹空いてる時にな。一口目食べたらほっぺたジーンってなれへん。うん、だからそれでほっぺた落ちるっていう言葉ができたらなと思う。あ、そうなん。うん、あかん。そうやろ、自分では思ってる。まあでもあまりほっぺたじゃなく、うん、この今日こわーっとくるよ。美味しかったらしびれてくるっていうか、うん、ってるみたいな感じで、わーって。いや、そんじゃジーンってくれたことだろ。そう、それを言ってるの。たこ焼き、うん、エビフライ、こんなカレーが食べたかった。いいんだ。うん、はい、うん、うわ、最悪や。何でわかん、あの風と雨はインドの風。ここあ、こどう、どう、元たこ焼き職人としてどう。ただうちのたこ焼きの方が美味しいよ。うん、うん、でもなんかたこ焼きのこの食感好きやな。いいな、キッチンカーってな。うわ、ハンバーガーもあったやん。そうな、あれあれやろ、さっき言ったやつ。そう、カレー食べたかったん。タコライス。ブルカフェ。あれ？カレーじゃないか。うん。うまいな。ブルドン、ブルメン。うまいな。うん、インテックスがでかいな。じゃあ、ここは日本最大の展示場です。インテックスオール。知った？知らん。ほんまなん？日本最大しか言ってない。すっげえ。でかいもんな。まあ、でかいわ。さて、午後も楽しみましょうか。決めてまうだ。決めてまいりましょう。うわ、さっきの、え、さっきのとこやったら一番最後こう、パーンとできへんな、うん、いいのあったで。そうやな、いいのあったけど決定ではないな。ちょっと、もうあと一歩しか落ちた。うん、じゃあ次は運命の右側に行きましょう。運命の右側。うん、来ましたね、おもり自動車。